今日の仮装のテーマはギャルです。です。1年生は仮装は制服着るみたいな伝統があるらしくて、キャンパスが女子高校生姿の大学生で溢れました。美作大学のハロウィーン仮装登校は2009年に学生の有志が始めたことをきっかけに学校行事として定着したものです。ハッピーハロウィーン。学生らは講義も仮装で参加し、死神に扮した講師から菓子が配られました。ハロウィーン仮装登校は明日も行われるということです。